どうも、010コーヒーチャンネル、白長すじまえの期間続きやっていきたいと思います。いろいろあり、ペーリング会場、船で航行中でございます。ひどく荒れている。外出ない方がいいんじゃない？垂れ込める曇天の下では身を切り裂くような冷たい風が吹き荒れ、ぐろぐろとした海が渦を巻いている。7月だというのに今の気温たったの5度しかない。な、そんな寒いんですね、ペーリング会。時折船体にぶつかった波しぶきはデッキの上まで舞い上がる。アリューシャンは1年を通し晴天に恵まれるのは10日程度で、大抵は曇りか嵐のない。あ、そう、厳しい環境なんですね。信じられない話だが、これでも幾分マシな荒れ方だというのだから嫌になる。これが冬の海だったらどうなるか想像もしたくない。依頼を受けた俺はあれから1週間後ニューヨークからシアトル経由し、そこからさらにミナラスタへと飛んだ。ニューヨークです。遠いよね。ルナラスカから出港したこの船は今白長すじまえと向かう余剰にある。あ、行けるんだ船で。この船は数百人乗りのフェリーと同等のサイズで、おそらく3000トンクラスある豪華客船。いいね。これがプライベート用の船だというのだから、プライベート用の船誰の。俺は手にしていた GPS を操作する。ダメか、やはり衛星電波は捉えられないよ。おそらくこの船には GPS ジャマーのようなものが装備されているのだろう。え、もう敵の手中じゃない。大丈夫。素性が知られるのは絶対にまずい。被害を加えられる可能性も考慮する必要がある。ともかく一度船内に戻ろう。このままだと風邪をひじめそうだ。うわ、なんか怖いのが寝てる。船内の暖かさが心地いいな。いい船、いいな。こういうので船旅したら楽しいんだろうな。そもそも今夏のはずなんだがね、体温調整機能が狂い切ってしまいそうだ。なんかここにいるよ、なんか。どうやら海の昆布が船内まで打ち上げられたよ。外荒れているからな、昆布の施設で2つ打ち上げられてもおかしくない。昆布、やべえな、昆布。髪伸びてない？うえ、あ、船酔いか。昆布って書いてあってるけど大丈夫？昆布大丈夫か？俺はピアノ弾けない。バーカウンターいいですね。他の乗客の姿は見当たらないが、別のラウンジが個室の中にいるんだろう。ここだけでなく他にも似たような場所があるよと。きらびやか。昆布大丈夫かよ。池田殺す。うわー、やばいな。僕が生死の境さまよってるときにおちょくる池田がない。船酔い程度で大げさな。そもそも俺はお前を招待した覚えはないんだよね。無理やりついてきたくせにそのざまか。正直ついてきたことを後悔しちゃって。いいか、くれぐれも他の連中に気取られるような真似するな。お前は年の離れた俺の妹で、俺はエイダさんの夫で、婿養子のタロー・ヒギンス。タロー・ヒギンス。オッケー。その設定無理ありすぎだろ。なんでわざわざ偽名なんて使うんだ。良くも悪くも俺の名前ニューヨークで売りすぎ。あ、売れてんだ。ねえねえ、こ大丈夫？口からなんか出てるぜ。すごい髪の量だな。とリシリトネリ昆布。今心の中でバカにしなかった。なんか出てるよ。バッチリよ。ねねこめっちゃ触れるけど大丈夫？頭大丈夫？昆布。パラリスのお牛の中に押し込んで。パラリスの牛。薬飲めや、もう。このまま吐いていい？いやいや、死にますよ、上向いて吐いたら。二人の乗客が現れた。ねねこは再び昆布擬態モードへ行こう。あら
ら先ほどお見かけしなかった方ですよね。あ、なんか霊場、ご霊場っぽい、ご霊場と秘書っぽい。はじめまして、私はアキラ・エッジワース、こちらは従者のジゼル・リード、タロー・ヒーギンズ、ミライギズの夫だ。アキラ・エッジワース、スコットランド系。アキラ、俺に微笑を向けたジゼルという従者の方はいまいち何系かわからない顔立ちのハーフだろうか。 あなたはあのヒーギンズ氏の大噂かねがね聞いていました。どうぞよろしく。油断ない様子で俺の顔を覗き込む。明らかに不審の念、偽の噂。ヒギンズさん、どこまであの島のことをご存知なのかしら。なぜエロイヒギンズのエンジニアなくあなたがこの島に。父上、先頃体調崩されてね、代わりに俺を差し向けたってわけさ。どうやら幸いにも俺は信用されているらしい。いや、というより信用のおける人間が俺程度しかいなかったと言った方が適当かな。金持ちは敵が多いのが世の常だ、わかるだろう。それはもちろん。私の父もよほどに敵が多いようですわ。病気で死にかけているというのにまだ血や名誉にすがっているようです。ほんと滑稽。アキラ様、その程度になされたか。アキラお嬢様。ロイさんと知り合いなのかしら。あ、忘れてました。一つだけ中国。何、中国。あの島のこと知らないのなら期待をしないことで命縮めるわよ。どういう意味？あら、まだ長生きしてらっしゃらないのに。嫌味な女だったな。白すんで、やばいじゃん。あら、なんかバイオハザードに出てきそうな。そいつはあまり人に慣れてないから触られたりするのが苦手なんだよ。あなたこの子の親族何か。あ、名乗るが残れば、ね、これニール・ベクスタータロ・ヒギンズ。ヒギンズさんというとあの大富豪のお目にかかれて防衛ね。あ、有名なんや。悪いが何か袋みたいなもの持ってないか。こいつ今にも飽きそうなんだ。ビニール袋なら酔い止め。あ、酔い止めください。随分手慣れてるな。もしかして医者？あら、正解より人数。内科医。はは、まさか死がないホワイトカラーで。意外と鋭い。こいつ油断ならんな。この船に乗ってる人たちってなんかピリピリして近づきがたいのよね。リルもあの招待状受け取ってこの船に。まさか、本当は招待状受け取ったのはおじだけど、急病で来れなくなったから私が代理。代理にばっかり。レイモンド教のルイ・アソシエに泊まれるって話ですね。ん？リルあの1万ドル受け取ってないのか。1万ドル何それ。あ、いや忘れ。ああ、危ないよ。うっかり言うんじゃねえよ。兄さん質問していいかな。ルイ・アソシエ。有名って言ったのに知らないのバカにされそうだね。レイモンド教について聞きましょう。実は俺はまだそのレイモンド教に会ったことがないんだが、リールはどうだ、会ったことあるのかい。まさか世界的に見ると相当な金持ちって話で、私から見れば雲の上の人よ。逆に会うのが怖い気がするわね、私みたいな庶民だと。まあ、格好はちょっとカジュアルっぽいよね、フォーマルとはいえ。まあ、金持ちには金持ちなりの悩みがあるのかもしれないけどね。白長須島、日本語由来だっていう話は聞いた気がする。白長す、白くて長いす、よくわからんな。そういえば聞かれてみると、長すは長身、海上から見ると白く長い体が見えることから、おお、白長す飽きそう。白くて長いクジラということね。それこそ他の人に聞いた方がいいんじゃない。まあそうだな。ヒギンズさんみたいに気さくな人だといいんだけど、どうだろうね。ルイ・アソシエ聞きたくないんだけど、ほら知らないのって言われるよ。
絶海の孤島にありながらも五つ星ホテル並み。いいね、リゾートだね。レモンドキュー知らんのか。不意に男の声が響いた。あ、目つき悪い犯人。レイモンド家は古くから貴族の出だが、北海油田開発によって莫大な富を得た人物。人当たりのいい男だ、その底知れん男さ。北海油田。白スーツのところ、強い酒の匂いが漂ってきた。よほど飲んでるし。失礼申し遅れた。俺はジェイコブ・ラトランド。ジェイコブ。ヤコ。イルベックスだ。タロー・ヘイゲンズ。ヘイゲンズ？あ、お前がヒギンズ氏の一人娘を認めたって噂の男か。あ、そういう感じなんですね。うまくやったもんだな、おい。悪いが俺は金目当てじゃないんだよ。どうだ。で、お前ら二人は白長須島初めてってわけか。ということになる。あ、そういえばジェイコブは白長須島の名前の由来知ってるか。なんだ、そんなことがくだらん。アリューシャン諸島って聞いたことあるよね。島の名さえ知られたくない。クジラか。どうも信用圏な。貴族連中の棒元気配が違いすぎる。よほどにやり手なの。いやー、ジェイコブ疑われてる。鹿肉か。肉？どうだろうね。自分が探偵で依頼人の依頼を受けて謎を探求する。血でも肉でもないよな。ソフトかハードかってことかな。まあでも探偵、私立探偵ですからね。お金いるか。肉がお金。肉。肉。こいつは意外だな。正直言ってあまりそういったものを求める男のように見えなかった。気に入ったぞ。あ、ジェイコブ気に入ってもらいました。いろいろ集まってくるね。おう、服よか。浅地のスーツを揃えてほしい。いいね。トマス。トマスっぽい。いや、しかし。あ、そうだ。あの話を聞きたいと思ってたんですよ。ジェイコブさんがマカオで大勝ちしたという話。マカオ、あ、あれか。確かにあの時俺は月についていた。いいだろう、ついてくれ。酒飲みながら聞かせてやる。ミスター・ヘイゲンズ。ジェイコブ。何か知ってるらしい。正直言って苦手なタイプだわ。上。限界。数種類のケーキ。ギエー。肉か。内臓に気をつけろ。ありましたね。大丈夫かね、猫。俺はタバコに火をつける。支援はベーリング海の強い風に吹き流され、すぐ灰色の雲の色に溶け込む。あれからかなり時間が経った。そろそろあの白長須島が見えてくるはずだ。おや、お、顔色が戻りましたね。薬が効いたのかな。いいことだ。よかったよかった。お前に一つ言い忘れたことが。島に到着した時点でお前は正式に俺の助手となる。なるほど。覚悟決めろ。危ないの？多分な。そんなに危ないのか。運命共同体。頼む財宝。あれがもしかしてその篠原島なの？島が見えたかい？灰色の雲なんかぼんやりと島がある。あ、ほんまや。出たより大きいかな。何が隠されているんだ。
鬼が出るか蛇が出るか。白長筋前とたどり着いた俺たちは用意されたハイヤーに乗り、ホテルルイアソシエと向かうことになった。雨か。え、港？小声の日本語で会話してる。おそらく問題はない。思ったよりちっちゃかったな。あの豪華客船が着岸できるのが不思議なほどの小ささだった。見る限り他には小さなモーターボートが2艘だっけ。ずいぶんまずいことになったぞ。出られない。4日間か。木が生えてない。これはあれですよ、ちゃんとした島じゃないぞ。ここ土壌が貧しい。いや、これは島ではない。これは土ではないぞ。ここは古代異様。そうですね、ちょっと高級が過ぎますね。なあ運転手さん、あんたこの島で働き始めて長いのか。斡旋業者からの仲介で数日前にこの島に来たばかりです。うん、なるほど。ルイ・アソシエ、そこまでめちゃくちゃゴージャスって感じではないね。左は何なんでしょうね。離れかな。客室と間にかかってる橋には屋根がないように見える。あれじゃ風がもろだぜ。使用人でも使わせればいいでしょう。まあ質実剛健って感じですね。ゴージャスっていうより、すでに屋敷の中には全員が揃っているようだ。船の中で見かけなかった二人の姿が。お、なんだ、なんかちびっこばっかりだな。紺のブレザーを着た少年。見た感じかなり若い。代理人ばっかり。ワンピースに黒のストール。寒くないの？アラスカだよ、ここ。少女は俺を一瞥するとニコリとどっけのない意味を向けた。いや、こういう子が怖いんじゃないか？皆様ようこそお越しくださいました。私はルイ・アソシエ当主ダン・レイモンドでございます。ダン・レイモンド来たぞ。肖像画から、これダン・レイモンドか、これ。拍手。皆様方にはまずお部屋の方に移動していただき、その後食事、会場にて今回の件の詳細を語りたいと思います。お部屋までは静のヴィンセントとメイドがご案内いたします。ヴィンセント。お、ヴィンセント。入れ物、なんか格闘技使いそう。ご紹介預かりました執事のヴィンセント・スウィフトと申します。これより皆様方には客室の方まで移動していただき、しばらくの間お休みいただければと思います。すでにお荷物の方はお部屋の方までお運びしています。どうぞこちら。ちょっとじゃないですか。なんか石造りってことかな。この回廊から橋へ出るためには少々手間がかかる構造になっております。ハンドル上に持ち上がる。マジで危なくね。大変手間がかかりますので橋へと移動したいときは私どもにご連絡ください。またご自分でこの扉を開ける場合はしっかりとハンドルが止まる最後まで回すようにお願いします。扉一人でに降りてきますので回しきらないと挟まれるですよね。上に上げるの良くないよね。なんかを閉じ込めておくための構造じゃないのかこれは。よろしく。何がよろしくなんだ。こんな重労働したら間違いなく倒れる。常に池田が回してくれ。めんどくせえな。出ました。少々お寒いですがご容赦ください。客室に行くためにはこの足を渡る必要があるのです。寒っ！じゃなかった。寒いですわ。あ！生まれの育ちの悪さが垣間見ましたぞ。左右に背の高い壁があるおかげで風の方は多少マシなようだが。寒くないの？
寒くないわ、このくらい全然いい。あ、お嬢様って感じじゃないのか。アウローラ・ラビーディア。タロ・ヘイギンス。なんか変な名前ね。実に辛辣な意見と。本当の名前じゃないって感じがする。おー、まあ向こう用紙だからね。本当は全然違う名前なんじゃないの？なかなか鋭い。それも嘘言ってるみたい。まあ言ったな、たまにこういう人がいるんだよな。おい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 、言っちゃダメだぜ。事情があるんだよ。おー、池田迂闊だぜ。足元の方も濡れて滑りやすくなっております。ご注意ください。危ねえな。足の先の回路もさっきとそっくり。なんで一続きじゃなかったんだろう。ホテルの構造ではないね。メイドさん、私皆様方のお世話いたします。アビゲイル・エリスン、アビー、お部屋の鍵をお渡しいたします。出雲崎様が2階一番右奥のお部屋201号室、ベクスター様がその向かいの部屋202号室。これメモしてた方がいいかな。ちょっとメモしとくか。何か書くものがないかしら。ベクスター202向かい、お部屋の鍵です。ずいぶん旧式だな。あ、あ、そうなのか。いくら身内とはいえ別部屋かと信じたい。2階ね。次に2階真ん中右側の部屋203がラトランドさん。203がラトランド。204がハリントン。ちょっと名前ピンときませんね。ジェイコブだっけ？2階手前右側のお部屋が205がリード様。リード。206がエッジワース。アキラか。ジゼ。みんな別々の部屋なんだね。101自分。102がウェルナ、アレックス・ウェルナ、101ね。私は待って、行け。おい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 、バカだれ。
ウロラ怪しい。なんか妙なの目をつけられた気もするな。まあ異変にはいい。日の光が弱いせいかずいぶん暗いな。まあ質素な角部屋か、いや鏡か。これ確かにこっからは嫌な感じがする。相当後ろぐらい何かが隠されている、そんな気配だ。だがこんな絶海の孤島で一体何を。麻薬、武器、資金洗浄。レイモンド教の話聞けばつかんでます。アウロラ来たぞ。おお、お前一回一回間違うんじゃねえよ。早えよ。やることもないし廊下で待ち構えてたの。お話しましょう。アウロラ怪しい。か弱い少女が一人で男の部屋に入るなんてもんじゃないぜ。イギンさん、私のこと襲ったりするの分かりませんよ、そんなことは。じゃあ何も問題ないじゃない、お話しましょう。お話ししてくれるのよかった、嬉しい。私とてもでも人恋しかった。隣にイケメンがいたやん。わざとやってるでしょ、君。名前バレるとまずいんだってば。二人きりの時は池田さんって呼んでるかな。お、なんだと、この症状。池田、脇が甘いな。お前は何者だ。全然大丈夫よ。それはちょっと私甘く見すぎね。私これでも結構強い女なのよ。で、どうしてアウロラ一人がこの島に来るんだい。家族みんな死んじゃった。天涯孤独。そうなのか。ものすごい金持ち。小さな国くらいなら買えるくらいの方が何だと。昔は凋落したのか。持っていかれちゃった。ヘビーな話だ。元富豪。元富豪ってやだな。そんなに暗い顔しないで、もう私の中でとてもとても遠くに行ってしまった出来事のように感じるの。だから池田さんの悲しみもなんでも。泣きたい時は泣けばいい。それが人間ってもんだ。ああ、レイモンド教です。レイモンド教？なんだかその名前とても嫌な感じがしたのだけど、その人さっき挨拶したこの屋敷の主人よね。なんだかモヤモヤして忘れちゃった。何か悪い印象。頼んだぜ。お前の素性にもっと聞かせてくれ。青いリもよく似合ってるな。でかい。あれ、なんで目をそらすんだい。あまりこのリボン好きじゃないの。なんでつけてきたんだい。よくわからんが、何か複雑な事情でもあるんだろうか。青いリボンね。ちょっと聞かせなさいな、それ。ああ、島の情報について。この島のこといっぱい知ってるわよ。白長須島って名前は日本語の白長須クジラから名付けられたのよ。島の中で、とても良くないことが行われてる。昔何か聞いたことがあるような気がするね、思い出せない。いろいろ思い出せないね。いっぱい知ってる言うたやないかい。そういうことになるな。くれるもこいつは内密になって、池田脇甘いぞ。こいつ信用できるか分からんぞ。使命、運命、大げさだな。もっと聞かせてくれ。橋と扉、あれを見るとなぜかとても悲しい気分になるの。なぜかしら。うむ、気分しか覚えてないね。あ、何かを閉じ込めるために。あれですよ、なんか悪い非人道的な実験をしてて、隔離島ですよ、こっちは。
もし何か困ってることがあったらいつでも相談してくれ。手を貸してやる。私を養ってくれる？バカ言うな、俺の方も金庫の中にも俺しか入ってないタイプの人間だぜ。アウロラ養ったら二人とも餓死しちまうよ。以上で言ってごめんね、冗談よ。本名の名刺を取り出し、アウロラに手渡す。バカタレ！バレるやないかい。バレる、バレる。足元救われるタイプでした、池田は。こいつは怪しい。さよならは言わないわ。じゃあまたねでお別れしましょう。なんか大げさだね。いい娘だがそれだけに心配だな。いや、慎重さが足りないぜ。てんてんてん。おっと？なんだこれは。お、ね、猫。ね、猫じゃない。妙だな。そうですか。調べ、スーツケース。俺の荷物。いろいろとな。はじきか。電話。ああ、朝早川に着いたんですね。ルイアソシエの案内所とメモ帳が置いてある。浴室との地図と避難経路を載っている。いいソファー。ル・コルビジエのソファー。ル・コルビジエ。少し様子がおかしい。外側にもノブがあるための窓だな。なぜ外からも開けられるんだい？絵が描けられる。アルノルト・ベックリン、タイトルは死の死。亡骸を島の墓所に運べる。死の死ね。あと何調べたらいいんだい？お、除草とのやつも見てる。うわっ、あぶねえ。断崖絶壁。なんだ今何か声が聞こえた。おぶない。落ちる。落ちる。あ、す、て、て。やばいね。いや、ダメダメ。今無理です。2階かな？ 2 階上部見ようねえか。ああ、うるさいうるさい。うるさいうるさい。どいてどいて。ああ、危ない。バカじゃねえの？危ない時は僕を助けるとか言っておいて、全然助けに来ないじゃない。あんなに死にかけてたのに。うん、あんなアホな死に方は考えてないね。このアホ。次から気をつけ。お、ピロ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 。もしもし。ああ、ヒギンズさん、水尾様の部屋にいらっしゃったのですね。ご昼食のご用意ができましたので、橋を渡った本館通用口までお越しいただきますようお願いいたします。レイモンド様からの重要なメッセージもお伝えすることになっていますので必ずご参加ください。よし、
しいね。扉ロックをかけて開いたままにしておいたはずなのですが、大変失礼いたしました。扉を開けてロックをかけておきます。うん、素晴らしい。また変な絵が飾ってあるね。あ、トーマス。ヒギンズ様こちらの席、ネネコ様こちらの席となります。あ、決まってんの。しぶしぶ席につく。いや、トマス、船では失礼した。どうも俺は代理人だからこの島に慣れていなくてね、どうにも肩が凝っていけない。どうもヒギンズさん、僕も同じようなもんですよ。いつまでたってもここの雰囲気にはなれないです。つまりクマさんこの島に来てから長いってことかな。まあそれなりに噂に聞いた通り、レイモンド家はなかなかの変わり者のようだな。館全体が異様な雰囲気で包まれている。会場にかかってるあの絵だな。あの不気味なのって何なんだろうな。スノザメ、ヨロイザメ、ダルマザメ。僕も初めは驚きましたが、あれは何かのサメの絵だと聞きました。一緒なんだ。白長筋島の悪魔ですか。ヒギズンさんどこにお住まいなんですか。これから俺が住んでるのはニューヨークのブルックリンで、マンハッタンの予定の望みのいい場所に住まわせてもらって。なるほど。羨ましいですね。僕はニューヨークに行くのは学会でくらいですが、あそこはいい街だ。学会、それもしかして。あ、アキラ来たぞ。よ、アキラ、ジゼル一緒じゃないのか。私も子供じゃないのですから常に一緒というわけではありませんわ。すいません、おじさん。おい、執事。アレックスとアウローラ。ジェイコブとリール。みんな揃いました。何かこの光景には違和感があるような。誰かいないっけ。え、なんか違和感ある？ちょっとセーブしとこうか。違和感。みんないるよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9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 ,
すでにワイングラス。料理の準備が進む中、俺はトマスが妙にそわそわした様子で腕時計に視線を向けていることに気づく。すみません、ちょっと失礼。とこってめちゃに決まってるだろ。おお、素敵な。ねえねねこさん、あなたとても髪が長いのね。どこで髪を切りになっているの？ひやー、何をそこまで覚えなくてもいいじゃん。あ、すまんね、そいつは人と会話するのが苦手なんだよ。早くなれるといいですよね、人間に。早く人間になれたいって感じで。あきら感じ悪いな。16歳でも保護者同伴ならお酒飲むことができるんですが、ワインクライブは淑女のたしなみの一つ。アキラもちょっと怪しいね。
まあ、ほどほどにな。ね、猫はやめたほうがいい。あら、トマス戻ってこない。ヴィンセントが大きな蓄音機とともに姿を現す。皆様どうかそのままで。本来主人ダン・レイモンドが直接皆様方とお話しする予定になっていましたが、急遽それが変更となりました。ただいまよりレコードから主人のメッセージをお伝えいたします。わざわざ？ハリントン様の姿が見えないようですが、致し方ありません。時間通りに行えとのことづけですので、このままレコードを再生いたします。皆様、わざわざこの白長スーツをいただき、恐縮。飛び飛びだぜ。重大な懸念が増した。島の秘密、絶対約束、何者かが流したのです。許されることではせん。しかも何者かは私をしつけたのです。情報、正確性、犯人だと、招待状。全然聞き取れないぞ。手、が。この中に裏切り者がいる。これで主人のメッセージは終わりないようです。いくら何でも冗談が過ぎるぞ、レイモンド教。この中に裏切り者などバカな、そんなことじゃ何の意味もない。残りましょう。ジェイコブ、少し話を聞きたい。ミスター・ヒギンス、思えばあんたの経歴はどうにも怪しい。まさかお前がその裏切り者なんじゃ。おー、ジェイコブ、お前、仲良くなったじゃん。代理人として来た連中は怪しい。きっとその中に裏切り者が。ヤブヘビだ。裏切り者、何を裏切るんだろうね。まあ、レイモンド卿はすでに死んでるだろうね。この感じだと。島に来なかったら怪しいってわかるから、それで全員呼んだんじゃないの。なるほど、なるほど。ヒギンズは裏切り者だったんじゃない。自責の念に駆られて自殺した。そうだね。あ、またここめんどくさいぜ。ん？おい、ちょっと待て、また扉が閉まってるじゃないか。あの女性格悪いから。やっぱり隔離だよね、多分。なんかいる、なんかいる。ん？どうした？お嬢様大丈夫？アキラさん。真っ青。通路で人が倒れてて。人じゃないのよ。どうした？やばい、事件の予感。えぐいわよ。怖いなぁ。なんだなんだなんだ？すさまじい悪臭。煙？トマス。トマス？全身焼け焦げた肥満体の成人男性。トマス。トマスなんかボソボ、なんか粘土みたいになっちゃってる。窒息しか生死、ともかく火が原因になってしまうのは違う。忘れられないんだもんね、ね猫は。あたりが騒がしそうもした。おい、これ一体何なんだ、何が起こってる。ひどい匂い。連中に現場を荒らされるのは避けたい。この現場調査が終わるまで保持する必要がある。保持だと？ミスター・ヒギンズ、一体貴様に何の権限があるんだ。そこどけ、そこにある死体は何なんだ。
おい、もうバラすんかい。早いよ。俺には捜査権も逮捕権もある。この島に警察が来るまで俺の指示に従ってもらうぞ。探偵だと？やばいぞ。札付きの悪党、あれすごい悪い噂が。ちょっと池田はうかつじゃないかい？いいか、こっちで悪いが現場に立ち会ってもらうぞ。警察来ねえよ。2度から3度の熱傷。校内には進む付着もないし、プッシュも見られない。移動熱傷はほとんどない。移動を焼く間もなく意識を失う。酸欠による地震でショック状態に陥ったというか適切かもね。じゃあ熱い空気は吸ってないわけか。完全に炭化。ズボン上部は比較的焼けてないだが、ポケットの中にもこれといった隠しは見当たらない。ひらめいてくる。花瓶が割れてるな。少々燃えすぎ。焼身自殺。財布。お伝えしたいことがあります。何々が集まった5分後客室へと戻りください。そこで今回の件を話します。ダン・レイモンド。はめられた。カード。あ、隔離区画レベル3。とりあえずこの状況は確保できた。少し状況を整理してみようか。まず死因だ。窒息あるいは熱傷によるショック死という線が妥当か。まあそんなところね。腕と足が特に痛いが、それらと比較すると胴体顔面は比較的熱傷の度合いが浅い。通路の中にはヒノキはなく、また焼けても気になるようなものも見当たらない。亜鉛放射器。火の気のない場所で焼死。雷に打たれたのではない。自殺。殺人だ。危険度が高い状況に置かれている。トーマス生きてる。トーマス大丈夫？終末呼吸に見たら深い呼吸が吐き出される。アンゲル・リードマン。アンゲル・リードマン。死んだ。アンゲル・リードマン。あ、ヴィンセント遅えよ。屋敷に長距離無線がございます。ご案内いたします。
この左手一番奥の部屋が通信室になっています。ここはナラスカ経由でアラスカまで通信を行うことが可能です。おお、破壊されている。客船が戻れば通信を行うことが可能です。俺たちが到着した後ね、裏口の窓が割れているのを見つけました。この通信機を壊したのと同じ不審者の仕業でしょう。裏口の窓、外部判断なんて馬鹿げてる。港の近くに管理小屋がございます。それ以外の場所ですと封をしのげる場所はないかと思います。いや、旦那様も死んでるよ。右手中頃に上階上がるエレベーターがございます。4階。火炎放射器か。でもあの時全員いたから、アビーか羊かレイモンドしかいないよね。犯人ハンサーの扉がある。いないか、死んでるよ。ヴィンセント・アビーが怪しいけども、敵だらけって可能性も。注意した方がいい。屋敷側の人間も信用できない。怖いね。よし、ちょっとセーブをしておいて、じゃあ続きをお楽しみに。ちょっと一区切りですけど、飯っていう気分じゃないけどね。みんななんか汗かいてるけど。